ごめんなさい、いなくて。きなちゃん、めっちゃお風呂上がりしまった。なんかメイクバッチリして今度配信しようと思ってた。超すっぴん、気持ち程度前髪だけ。わあわあ、上上ね、ダメだよ絶対。前髪をカーラーで丸めときます。ねえ危ないからあっち行って、ほら行こう。気になるねこれが。おおわあ、イエーあげない、そんなこと言われても。なんか代わりにあげれるもんない。あ、クロミちゃんです。クロミちゃん、やっぱコラボ決まったんだよね、クロミちゃんの。ひなちゃんにはハンギョドン。どうぞ。あ、てくしゃみ出そう。出ない。いや待って、あかんないの。やめてよ。あ、お花が降ってきた。お尻かわいい。ひなちゃんペットボトル見ると戦いたくなるらしい。ひなちゃん持ってきて。わあ、持ってきて、あれ。なあ、何さっきまでおとなしくしてたじゃん。なんか配信なんかするとこういうモードになる。だってこれ食べるもん、ギナちゃん食べるじゃん。これ切ればよかった。意外と大きかった、これ M サイズ。きなちゃんいるよ、ここに。きなちゃん、やっと切れますね。え、意外と大きくない？え、これ M だよね。着替えてこようか。え、着替えようかな。ちょっとひなちゃんここに座って待ってて、私がいない間に。3分ぐらいで帰ってくる絶対。できた。だって見て、下暖房だけどこんなにある。長い、大きい。これレディーつけても可愛いな。これかどっちがいいと思う、きなちゃん。大きいエリカ、こっちも可愛い。わあ、
ねえ、なんでそんな元気なの？お散歩も行ったじゃん。つけ襟とかしたりしちゃったりして、でも可愛い。なんでそんな元気なの？さっきまで全然だったじゃん。あれ遊ぼうよ。これで、あ、ごめん。なんもなんもないなんもない。はい、あっち行って、取ってきて、はい、行け。投げたじゃん、投げたじゃん。遊べって言ってる。だから投げたじゃん。嫌いになるよ。昨日ね、発表された通りソロライブが11月16日に振り替えになります。まあでもなんかめちゃくちゃ夏にやる予定だったから夏曲なんですけど、やっぱり多いのは、だからまあなかなかね、冬のライブで夏曲聴くこともないと思うのでまあ楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。ねえ、ちょっと前髪はちゃんとアイロンしよう。長いんだよね今。待って、くしゃみです。おきなちゃん、みんなのが悪いですね。一番はなんで今日すっぴんなんだ。あー、お利口、お利口だね、きなちゃん。すっぴんだからあんま取らないで。てかゴムどこやったっけ。私髪の毛縛るゴム、メイクポーチの中だ。いや、これ自分で言うのもなんですけど、
私絶対流行らせてよね、チャイムのラブソング。元から人気ある曲だったし盛り上がる曲だったんだけど、なんかあの関ヶ原終わった後にもうスタッフさんたちがみんな口を揃えて、えチャイムってあんななんか好きなんだみたいな、みんな好きなんだ盛り上がるんだって言ってたから、いや絶対私がやったと思うな勘違いあの遠く切ないワンツースリー、これが気になるんでしょう。前髪取れる。ひなちゃん1歳になってない、まだ1歳じゃない、今10ヶ月。ね、この前さ、私がさ M サイズの靴か L サイズの靴か S サイズの靴かで迷ってた時の配信いた人いる？で結局 M サイズを配信中に買ったんですよ。お店からの問い合わせを待たず、そしたらちょっと数日経ってからお店からメールで返信が来て、なんと23から 23.5 が M サイズだったんですよ。えマジめっちゃぴったしじゃない？えだから逆に良かったと思って、えちっちゃい方がいいかなとか言って S とかにしなくてさ、無事に。
もう寝るだけ。ワンツースリー。今から美容院の予約を取ります。15分経過しました。変わらしたのに寝るの。止める。最近いっぱい配信してくれて嬉しい。今日水曜日なので週の真ん中な。可愛いよね。タオルもあります。かけるとこっちが私でこっちが君。嬉しい。使うよね。家で使ってるタオル、うちがね、私の家が使ってるタオル、なんかほとんどグッズのタオルだもん。喉が渇いたので飲み物持ってきます。かわいい。普通に寒い。なんで襟つけたの？襟ついてたの可愛くない？中野サンプラザでソロライブするんですか？しないです。ダイヤモンドホールです。ね、飲まないでよ水。ライブにおじさんたちが襟付きできたらどうする？えいよ。
全然、まあ、なくても十分ラブリーでおじさんたちにはハードルが高いかもしれないけど来てください。ちょっとでかいな、これは。絵隠れちゃう。昨日めっちゃ踊った、めっちゃ踊ったよ、昨日。ちょっとトークショーっていうタイトルが許せないぐらい踊ったから。結構なんかさ、私がなんか13周年のイベント踊るよみたいに言ったら、え、トークショーじゃないのみたいな、踊るのってめちゃくちゃさあみんなからも言われたんだけど、めっちゃ踊ってたでしょ。間違えなかった、間違えない。優秀なんで。もう1個しかないからハーフアップにした。22時30分までにする。そしたらインスタライブする。ひなちゃん、めっちゃ配信するじゃん、水曜日なんで。それ美味しくないよ、きなちゃん。明日朝早くなるの。明日は昼前ぐらいに家出る。そう、写真集も出るんですよ。でまだほんと言えないことばっかりだしあれなんですけど、買ってください、ぜひ。楽しみです。
しいし、ゆうなさんの意見もあるの。なんかどういうなんかイメージとか、どういう感じとか、なんかいろいろ聞いてくださったから、自分のなんかやりたい感じも伝えつつ、でもなんか自分のね意見だけの写真集だとなんかいつも通りになっちゃうから、多分任せつつ任されつつって感じですでまだ撮影してないんで実際どうなるか分かんない。あ、そう、大徳さんも収録してきたんで楽しみにしててください。やっとね、本当に。多分昨日ね発表されてたんだけど、10月17日の9時55分から中京テレビでオンエアです。踊ったので、センターですよ、皆さんのおかげで。ありがとうございます。なんか私結構あの頃の君を見つけたポジションいろんなとこやってる。ゆなちゃんにゴスロリ系の衣装着てほしいの。え、あれで着たよ、ハロウィンで。この前、去年のハロウィンで仮装したよ。あとあれもゴスロリっぽくない、なんて銀河は悪霊のだろうの、あの衣装も。嘘はすべて聞き流すの。ひなちゃん、それやめよ。それやめて違うのにしよう。そろそろ壊されそうだから。ルーズソックスが流行りつつあるって本当ですか？え、そうなの？私結構ルーズソックス履くんだけど、あのめっちゃギャルみたいなすごいなんかボリュームのやつじゃないけど、そうなの？流行ってるの？すごい紅葉。そうなんだ、わかんない。私何のどんな服が入ってるかとか全然わかんないから。ひなちゃん、ひなちゃん、おいで。はーい、だってはーい。
でも制服は、私制服にルーズソックスは履いたことないんだけど、なんか短い靴下が制服で履いた時も、普通のコンソの方が足細く見えるじゃんと思ってた。私はもう膝下丈のコンソックス履いてたな、ずっと高校生の時は。安心の宿、そう行きました、前にね、人がいない時に。短いの流行ってた、くるぶし。私はコンソにちょっと厚底のローファー履いてた。食べたよご飯。こういうの無視してたらおとなしくなるんで無視してください。そう、太っちゃうから。きなちゃん夜中寝てくれるの、めちゃくちゃ一緒に寝てる。遊ぼうって言ってない、おやつくれって言ってる。起こされることない。ドライだね。だってそうでもなんか犬を飼う前はおやつとかあげたらいっぱいあげたらいいじゃんって思ってたけど、太っちゃう、ね。まあ、人間も太りすぎは良くないけど、なんかワンちゃんはそんな、足細いからなんかダメなんだって、適正体重。大変だよね、痩せるの。あとなんかその避妊手術をした後は結構太りやすくなっちゃうらしくて、遊ぼう。何がいい？何して遊ぶ？フェンス？いけ。もう今はそんなことより。
なんじゃん。ベイマックス。お尻ごめんごめんごめんね。これタンバリみたいじゃん。これきなちゃんこれ返して。今僕らは風になる。タンバリみたい。思うままにどこへも行ける。大量を持つる限り次の朝が願いかないで。チャンスチャンチャンチャン。もう来たの？大空のキャンバスを青く塗りつぶして雲が流れるように。目指すのか？赤ちゃん、行くよ。はい。トークに投げないと取りに行かないから。揺れてる揺れてる。きなちゃん今机の下でねカーペット掘ってる。楽しい。それきなちゃん。私が行きたかった日美容院やってなかった。持ってきたの？ひなちゃん行くよ。お、ひなちゃん。いやいや、痛い痛い痛い、ごめんね。
なんで違うの持ってくるとしたの。はい、ありがとう。はい、いくよ。なんで持ってきてください。ペットボトルで遊ばないでください。マジで赤ちゃん、赤ちゃん怪獣。でも捨てないじゃん。行けよ。はい。あれ。水飲むな。水飲まないで。やめて、コップで水飲まないで、それ人間よ。同じだけど飲んでる水。もうなくなっちゃったよ水、きなちゃんが飲んだから。エリ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 、やちゃんは紐が大好きなんで。つけたよっか、エリエリする。ひなちゃんエリしてあげよっか。お散歩で楽しいね、お散歩ね。かわいい。なに、でっかい服みたいになっちゃった、きなちゃん。あら、かわいいね。かわいい、かわいい。きなちゃん、洋服着てんの。いいね、お散歩できるね、それね。いいね。笑ってる。かわいいね。誰がこんなかわいい子連れてきたの？マキコちゃんじゃないよ。ひなちゃん、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 きなこさん。はい。またお菓子ちょうだいって言ってる。ひなちゃん。
あと7分これもめちゃくちゃ昔にあのゆりおかさんにもらったアンパンマンのおもちゃです。すごくない？キナちゃん見て。そう、これはだから私のおもちゃ。で、何も持ってこないじゃん。何にもなくなっちゃった。うわー、なんで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 。痛い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 。キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ、お父さん青虫。なんか歌ってほしい曲ある？キヌちゃんの好きじゃん。一緒に帰ろうこの道を、君は電車、そして僕はチャリンコ、はいはいはい、一緒に帰ろう、この道を、時刻通りに待ち合わせて、ハートは同じバックトリュー。何？金木星香る頃、この道をそう歩くのが好きだ。どこからかふと風に吹かれ運ばれて。お、ミラーボール。
ライブでの金木犀は懐かしすぎる。金木犀あ、いいじゃん。ということで、もうそろそろ終わりの時間が近づいてきました。インストライブもするので、見れる方は一緒に移動しましょう。バイバーイ。